なんとか止められたか。どうして負けたんだ。何もかもうまくいかないんだ。私が何をした。なぜこんなむごい仕打ちを受けないといけないのさ。当たり前だ。あなたはルリア君やここにいる全員を危険な目に遭わせたんだぞ。最初に仕掛けたのはそっちですし、ゴーレムを壊されたって文句は言えないと思いますよ。あれは私の先祖が残した遺産だったんだ。それを他人が勝手に壊すなど。その大事な遺産を自分の地位のために帝国に売ろうとしていたのは他でもない君だったんじゃないか。姉さんの言う通りだぜ。都合よく先祖とか言うんじゃねえよ。うるさい。人の気持ちも知らないで。本当に人の気持ちを知らなかったのはダニエラさんの方なんじゃない。洋館の謎を解いた賢者にのみ我が宝を授ける。洋館の主の手紙にあるように、この宝を扱っていいのは他ならない賢者だけなんです。私がその賢者とやらにふさわしくないとでも。考えてみてよ。謎は僕たちみんなで解いたんだよ。一人ではなく皆。わかったぞ。賢者とは他者と力を合わせることができ、人のために力を使える人のことなんだな。このおっちゃん全部持っていきやがった。大切な人が脅威にさらされた時、力は守る盾になりますから。なるほど。洋館の主があんなに恐ろしいものを宝と呼んだ理由もうなずけますね。でもダニエラさんは僕たちを利用してるだけだった。だから宝はただの兵器になったんだ。そして壊されてしまったんだよ。あなたが僕たちを使い捨てしようとしたのと同じようにね。ダニエラ、あなたがしようとしたことは決して許されることではありません。ですがあなたならきっとやり直せるはず。私はそう信じていますわ。私も。バカじゃないの。お人よしが過ぎる。あなたがきちんと償ってくれると信じているからこそですわ。私たちは仲間。使い捨てたりしない。二人とも、ごめんなさい。さあ行きますわよ。あれ、キャンドル探偵団ってもう一人いなかったか。彼女ならもうここにはいないよ。最初からと言った方が正しいかな。シャノワール！え？この姿を見せるのは初めてだったね。私は怪盗シャノワール。以後、お見知りおきを。貴様、今回の予告状はどういうつもりだったんだ？その経緯については、そこにいる弟子の彼に全て説明済みだが、ちょっとした出来心だったとだけ伝えておこうか。そこにいる弟子の彼って。すみません、秘密にするように彼から言われていましたので。いつの間に。彼とちょっとした取引をしたんだよ。屋上に先回りできたのは彼のおかげだったんだ。情報は確かに渡した。私の要求もお忘れなきよう。わかっていますよ、怪盗さん。それでは目的のものも手に入ったので。あれ、私たちに届いた予告状がありません。何ということは、奴が持っているあれが。欲望にまみれた陰鬱な部隊に君たちを招待したことについては謝罪する。次こそは私が織りなす至高の芸術で諸君たちをもてなすと約束しよう。さらばだ諸君。おのれ怪盗め。
今度こそ絶対に捕まえてみせるからな。楽しみにしているよ、名探偵。帝国の応援かもしれない。みんな急いで船に戻ろう。小五郎殿、今日はありがとうございました。名推理も素晴らしかったです。またどこかでお会いした際にはよろしくお願いしますね。ええ、バロワさんもサーヤさんもお元気で。じゃあね、団長さんたち。バイバイ、コナン君。どうやらゲームも終わりのようです。僕たちも行きましょうか。そうですね。お疲れ様じゃったの。さあ、ゴーグルを外すぞい。どうじゃった、ダイナミックで大迫力なラストだったじゃろ。うん、本当にびっくりした。ちょっと怖かったけど。まあ、アクション謎解き VR ってんならこれくらいでもいいんじゃねえか。今日は貴重な体験をさせてくださりありがとうございました、アガサ博士。喜んでもらえたようでよかったわい。さて、うちに帰るぞ。いって、腰が。早く冷やさないと。毛利先生はタクシーを拾って僕が探偵事務所まで送っていきます。すみませんが、薬箱から何枚か湿布を頂戴しますね。そんな、私が行きますって。毛利先生にはいつもお世話になっていますので、これくらいはやらせてください。ランさんもお疲れでしょうし、少し休憩されてからコナン君とお帰りになった方が。ねえ、そうだ、こんなの少し休んでりゃすぐに良くなんだからよ。すみません、じゃあ父をお願いしますね。ええ、毛利先生、立ち上がれますか。いって、なんとか。ところでコナン君、ラン君、無事に謎は全て解けたんじゃろうな。モニターでずっと見てたんじゃないの。それが雷が落ちて停電してから映らんようになってしまっての。わしが見れたのは最初のほんの数分だけなんじゃ。じゃあほとんど見られなかったってこと。うん、しかもどういうわけかログも取れなかったしの。心配になって途中でやめようかとも思ったんじゃが、みんな続けておったし、そっとしておいたんじゃ。そうだったんだ。お父さん結構かっこよかったのにな。そういえば博士、最初に出てきた探偵と助手って結局誰だったの。確かにあの人たちについては何も分からなかったね。怪盗の名前もいつの間にかシャノワールに変わってたし、ちょっとおかしかったよ。はて、シャノワール。怪盗 S の S はシークレットの意味じゃぞ。え、でも確かにシャノワールって。その様子だと無事にゲームも終わったみたいね。灰原、ずっと寝てたのか。ええ、こんな時間まで寝るつもりはなかったんだけど。あ、大変、晩ご飯の食材買いに行かなきゃ。もうそんな時間なのか。そんなに夢中になってくれたのならこっちとしても開発を頑張った甲斐があるわね。じゃが予期しない挙動も起きてしまったようじゃし、しばらくは調整が必要じゃの。悪いんだけど、コナン君も買い物をお手伝いしてくれる？うん、わかった。ん？靴に何かついてるわよ。え？
これって博士の発明品の部品かしら。こっちで預かっておくわね。コナン君、行ける？うん、お待たせ。気をつけて帰るんだぞ。いてててててて、もうゲームなんてゴリゴリで安静にしてくださいね。